はい、始まりました。しゅうちゃん、おとです。本日はですね、川口オートレース場の4日間開催最終日です。優勝戦ですね。今日はですね、9レースから最終レースまで4個のレース、こちらの方をやっていきたいと思います。今日一番いい天気ですね。はい。ね、新人が勝つのか、黒川くんが勝つのか、すごく楽しみでございます。最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。40戦インコースからのスタート10秒前です。さあ9レースですね。ここはちょっと穴を狙って内山選手の頭スタート、荒井さんより先行って来い。ダメかダメか。今日は永田が好スタートを切りました。先頭は1番の松村、松村は逃げます。そして3番の木村が内をついて3コーナーでは先頭を奪いました。一発で1番の松村を捉えた3番の木村は主導権を握ります。車速あるんだよな。松村が2番ついて4番手に広瀬、その後ろでですが6番の荒井潤、内をついて5番の内山は入りきれません。7番の永田が迫りまして最後方から谷津刑事、中段では6番の荒井が少々壁になっていますが、それでもインコースから5番の内山は車は悪くないんだよ。しました内山さんな、外詰めから活路を開こうというのは永田高森、多分上がってこれると思うんだよこれ。松村、井上が続くところ、アウトコースから4番の広瀬のまくりがこうそうしました。今3番で広瀬が上がってきています。さらには後ろからの追い上げ争いでありますが、5番の内山雄介が、ただここら辺もスーッていけないんだよね。もうちょいなんだよな。そして3番手は松村のインコースをついて5番の内山雄介、内山はさらに番手を上げてまいりました。さあ先頭争いは広瀬がここで3番の木村を捕まえにかかった。3コーナーで入ってまいりました。4番の広瀬が先頭に立っています。2番手に木村、3番手には5番の内山雄介。レーサー残り2周回終盤戦です。内山の動きも快活。うわ来てる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 。でも広瀬さん勝ってねんで俺。さらには永田のまくりにも注目。ここで井上を捉えて、さらには3番の木村の前まで上がる勢いだ。さあ回転数がマックスに達そうという永田の永田の後。あと1週間1週じゃきついな。2番手5番の内山雄介、並びかけるのは7番の永田。現在は2番手争いはほぼ並走する感じ。いや内山やっぱスタートだな。永田高典、永田の強烈な上がり、2番手に上がった。先頭は広瀬、外から永田が攻めようとしている。先頭は赤い広瀬先着。争いがどうなるか。10秒前です。さあ10レースですね。ここは2番の増田選手、あと6番の神谷田君、神谷田君スタートポンと行こう。スタートまではここトップスタートで神谷田君2番と6番この2車で来い。スタートしました。さあ30戦からのスタート争いは辻大樹が好スタート、ハンデゼロは神谷田行け。30戦は辻、浜野の順であります。3番の牧瀬、さらには神谷田、わ今日浜野さんいいな。スタート行けたらもう浜野さん強えよ。そして6番の神谷田がついてくる展開になった。ちょっと交差、うわ飛ばしたな。3番の牧瀬がついています。競争は2周回目、2番の浅田先頭だ。2番手神谷田やべえ今飛ばした。0戦の2人はあります。3番手から追いかける1番手が浜野順、さらには6番の神谷田がついています。その後ろ5番手には7番の丸山が3番の牧瀬を捉えました。うわやばいかなこれ。
とりあえず頑張れ、とりあえず頑張れ、マスターさんとりあえず行こう、マスターさんとりあえず行っちゃおう、逃げちゃおう、逃げちゃおう、長男2番、2番の増田真一、もうマスターさん逃げちゃおう、相馬がついていけない状態になりました。3番手が浜野、4番手は6番の神山、その後ろ丸山、そのまま逃げて、そのまま逃げて、マスターさん逃げて、逃げて、ここで2番手の1番の相馬に追いついて、5番の浜野潤、先頭は増田、2番手に相馬、ここに割り込んでくるか、5番の浜野潤、1番の相馬、さあ逃げてくれ、マスターさん、コーナー、マスターさん、そこから逃げて、逃げて、逃げて、うわ、亀田君来てる、亀田君来てる、残りは2周回終盤戦です、増田が引っ張っています、今節2勝目に向かいます、相馬さん、相馬さん、うわやられる、まだ射程には入っておりません、そして3番手の攻防戦、うわやられた、丸ちゃん頑張れ、アウトコースには丸ちゃん行ってみよう、そこまで行ったら丸ちゃん頑張ろう、残り1周ブルーフラッグ、さああとは3ちゃん7歳がどうなるのか、6番の神谷に迫りくるのは、いけ丸、丸山聡、いけ丸、神谷のインコースから刺そうとオッケー、オッケー、よし。三番手形勢逆転。先頭はマスターシー。よしよしよし、マスターさん。十分なリードがあります。マスターが今トップで。よし。10秒前です。さあ11レースですね、ここは1番の梅内選手、あと4番の阿部選手を狙っていました。阿部ちゃんしっかりスタート頼むぜ、1-4で決まってくれ、頼む、クイスタートしました、20戦のスタート争いでありますが、さあ行け、前田の方がいいようだ、前田は20戦からトップスタートを切っています、10メートル戦は渋沢吉田、阿部と枠田にスタート、先頭は梅内、スターター残しています、吉田圭介いけないか、吉田圭介、4番の阿部をまずは一発で前田が捉えました、やべえ前順だ、前順スタート行ったのか、うわースタート行かれたらやばい、1番の梅内先頭だ、2番手のインコースを狙った吉田圭介入りきれません、渋沢2番手の位置、そして3番手吉田、ダメだ今日前順だよ、うわースタート行ったら前順だよ、先頭は梅内、先頭だ、2番手から2番の渋沢健二、チャンスをやられた、中盤戦、さあ3番手や6番の前田もじわりと接近、その後ろ中盤5番手や篠原敦、7番の吉原は今6番、渋沢さんじゃ梅内さん抜けないよ、2番手を狙ってくる6番の前田潤、まず吉田圭介狙ったんだけどな、渋沢体勢変わらず、早期は良かったから、そう狙っている、さあ残り3周回、ここも渋沢が抑える、渋沢2番手の位置、さらには4番手に篠原敦が来ているぞ、6番の前田、さらには8番の篠原敦、最重半からの追撃争いがヒートアップする、さあ篠原敦で切り返し入れるか、2番手渋沢体勢変わらず、さあ3番手の位置をついてくるのは篠原敦、前野を捕まえました、篠原さらに3番手までジャンプアップしてまいりまして、前の2人を捕まえることができるかどうか、もう1回前田が打ちを狙いますが、うわー前順でも結局伸びないね、やっぱり渋沢健二スタート行った割には、さあ渋沢が狙えるか、いや狙えません、番号引いた、そのから篠原攻めろうとしている、2番手の攻防戦、渋沢健二に8番の篠原、これで行くで篠原、攻められるか、前がああでも重なってる、先頭埋めない、2番手渋沢は外からまくって埋めないの前に上がる勢い、最終コーナーでは渋沢まくり切った、うわーまくったわ、渋沢さんおめでとうだ、まず40戦からは駆け上がし、さあいよいよ優勝戦ですね、まずは事故なく以上のしっかり皆さん頑張ってください、
ここはですね、2番のサトレイちゃん、あとは8番の黒川くん、この2社、こちらでワンツーで頼みます。黒川くん頑張って。さあ、まずゼロ戦のスタート、どっちが行くんだ、ひよりちゃんか、1か2か、さあ行け、ひよりが行った。そして30メーターラインでは4番のコースカ容赦、外からかわしてくるのは浦部健太でありますが、ここは4番のコースカが30戦から先手を取りました。さあどうやんだ、どうすんだ、前が逃げている。2番手には佐藤栄、3番手は藤本、そして4番手コースカ容赦、後方からまずは影山を捉えた黒川恭介、7番手に上がってきています。競争は2周回目、1番の荒井ひよりも快調に飛ばしています。2番手から佐藤栄、さあ立ち上がりでやや滑りました。ここは1番の荒井ひよりが先頭だ。2番手は佐藤栄、3番手は藤本理恵、後方からさあ外から黒川くん来るよ、これスピードの伸びは申し訳ありません。さあ残りは内から入ってった、内側捉えた佐藤玲、荒井表情を捉えました。ここからどこまでペースを上げることができるか、2番の佐藤玲もう一回内を狙っている。こうなると後ろから、さあ先輩レーサーが襲いかかろうとしています。先輩レーサーが差が上がってくるのか、残りは3周回。さあ黒川くん行け、1番の荒井表情振り切りました。2番の佐藤玲が先頭だ。2番手荒井表情、3番手4番コースカリ、切り返しの体勢から黒川恭介、残りは2周半。さあ黒川微妙な距離感でありますが、3秒26のスピードを持って、この辺りは2番手に上がろうとしています。残りは2周回終盤戦。さあ黒川がひろちゃん頑張れ、ひろちゃん頑張れ、ついてけついてけ、逃げる逃げる佐藤麗、2番手は10メートルの間隔が空いて、8番の黒川恭介、さあ下がってしまった。3コーナーの突っ込み、わずかに佐藤麗が先頭だ。佐藤麗が逃げている、佐藤麗が逃げている、黒川が並ぶのか。さあ残り1周ブルーフラッグ、さあ黒川いけ、捉えた8番黒川恭介、もう一度まくり返せるか、佐藤麗でありますが、8番の黒川恭介3コーナーで先頭に立っています。2番手には佐藤麗、3番手は1番の荒井を捉えた5番の川原が上がっています。うわ、1番人気ない、俺黒川恭介、おめでとう黒川くん。35期の新人に先輩レーサーが洗礼を浴びせる格好になりました。優勝戦勝ったのは黒川恭介。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや黒川くん、新人にはまだ勝たせねえぜみたいな形でね、ラスト1周で見事でございました。おめでとうございます。ということで本日のシューチャンをですね、川内オートレース場4日間開催最終日まで、最終日ですね、見ていただきました。明後日からいよいよ開設記念でございます。こちら現地に行きたいと思います。現地に行きたかったからこの4日間自宅で我慢しました。はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして皆さん本日もお疲れ様でございました。